私たち人類の存続にとってかけがえのない地球。人類がこの先もこの地球上に住み続けるために、2050年カーボンニュートラルの実現を目標に掲げた120を超える国と地域が脱炭素化に向けた政策を打ち出し始めています。そして私たち JAEA が研究・開発を続けている HTTR 高温光学試験研究炉での取り組みは、2021年6月、政府が目標に掲げるカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の中に明記されました。HTTR を用いた熱利用技術の開発は、カーボンニュートラル実現への架け橋として大きな期待が寄せられています。太平洋に面した風光明媚な町、茨城県大洗町。その大洗の町に JAEA 大洗研究所が設置されたのは1967年のこと。そして1997年、冷却剤にヘリウムガスを使用し、固有の安全性を有する HTTR の建設が完了しました。1998年に初臨界、2004年には原子炉出口冷却剤温度950度を達成、2010年第1回目の炉心冷却喪失試験を実施、原子炉の出力 30% の状態から冷却剤であるヘリウムガスの循環を停止、さらに制御棒を挿入しない状況でも原子炉の出力は速やかに低下し安定した状態を維持、安全性の確証に向けての優れた成果を積み上げてきました。その後、東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、より高い安全性を確保するための新規制基準のもと、 HTTR は原子力規制委員会から原子炉の炉心溶融が発生しないという固有の安全性を認められ、追加の安全対策もほとんど不要でした。2020年6月、新規制基準をクリアし原子炉設置変更許可を取得、そして原子炉を停止させておよそ10年後の2021年7月、原子炉の運転を再開、出力 100% での高温ガス炉の安全性の確証、新たな水素製造技術の開発などを進めています。 JAEA では国際連携というのが非常に重要なポイントとなっておりまして、我々の中でもイギリス、ポーランドとの国際連携を通じて高温ガス技術の実証というものを目指しています。 Is there any idea to enhance heat transfer outside this shape on the FLC tube? Upper part needed for the vapor. I think so. This is the shape of the...高温ガス炉というのは脱炭素社会の実現に大きく貢献できる候補の一つというふうに考えています。そういう大きな目標に向かって我々一致団結して研究開発を進めているという状況です。 JAEA では止まる、冷えるという HTTR の優れた安全性の確認試験を行いながら、カーボンフリー水素を大量かつ安価に製造するための技術を2030年までに開発、同時に世界で初めてとなる原子炉の熱を利用した水素製造施設の設計、製作、設置工事を行い、 HTTR から取り出した熱を水素製造施設へ供給します。さらにグリーン成長戦略のロードマップに示されている実用化スケールに必要な実証を2050年に向けて進めていく計画です。Carbon hydrogen production is steam reforming of the methane and natural gas, but there are a lot of carbon dioxide is emitted. Therefore, we need more clean hydrogen production method. 今日のところ大丈夫でしたか？問題ないです。IS プロセスには高温ガス炉の900度の熱が必要なので、高温ガス炉の熱に適した IS プロセスの開発に取り組んでいます。 IS プロセスは地球上に豊富に存在している水を原料として、高温ガス炉からの900度の熱を使い、ヨウ素のサイクルから水素を発生させ、硫黄のサイクルから酸素を発生させます。
このように二酸化炭素を発生せずに効率的に大量の水素を安定的に製造できる革新的な水素製造技術なのです。一般的に工業化されている水蒸気排出法と呼ばれるものがあるんですけども、 JEA ではカーボンニュートラルの早期実現に向けた活動の一つとして、それを使った水素製造施設に HTTR を接続するための機器の開発等を行っています。さらに HTTR を模した熱源で毎時120立方メートルの連続した水素製造に成功しています。水素製造施設に原子炉を熱源として接続していくためには、新しい視点での安全の確立が必要になってきます。 JAEA では高温ガス炉の汎用的な接続技術の開発に加え、その安全設計にも取り組み始めています。高温ガス炉は炉心の冷却にヘリウムガスを使っています。このヘリウムガスは化学的に安定した物質で、他の物質と反応し爆発するような恐れはありません。また高温ガス炉の燃料は4つのセラミック層で被覆されており、高い耐熱性を持っていることから、1600度の高温条件下でも放射性物質を燃料の中に閉じ込めておくことができます。こちらの高温ガス炉の炉心に使われている黒鉛は2500度の高温まで耐えることができます。また大きい熱容量、高い熱伝導率を有していることから、仮に原子炉の冷却機能が失われたとしても原子炉は自然に冷やされ、炉心の温度は下がっていき、安全な状態へと収束していきます。高温ガス炉から供給される二酸化炭素を排出しない高温の熱で製造した水素は、製鉄に使用されている石炭の代わりとして、またこれに加え、既存の軽水炉を超える高効率の発電や化学プラントでの熱源となる高温熱供給、海水の淡水化や地域暖房に至るまで、石炭や石油などに代わる新たなエネルギー源として多角的な利用が期待されています。安全に対する強い自覚を持ちながら日々の運転に取り組む一人一人の職員たち、グリーン成長戦略の推進、そして2050年カーボンニュートラル実現へ向けての架け橋として、世界規模での期待が寄せられている高温ガス炉とその熱利用技術の確立、かけがえのない地球を未来へつないでいくために、私たちはこれからも職員一丸となって邁進していきます。